続いては、こちらの記事をご紹介しましょう。神社新報の、3月9日の記事を、全文お読みします。はい、これね、ご覧になっている方は非常に少ないと思いますし、はい、すね、プラス重要な問題ですので、はい、異例ながらですね、はい、羽賀さんにご苦労していただいて、全文をね、はい、少しずつ読んでいきましょう。はい、お読みします。霊事簿氏名抹消を棄却とあります。はい、この霊事簿というのはですね、分かりにくいと思いますけど、靖国神社がこれ裁判なんですけれどね、靖国神社の、ご祭神の名前がですね、書かれてある、そういうものを、霊事簿と言いますけど、この霊事簿からその特定のですね、この裁判を訴えた者た方々の遺族の関係者をですね、名前を抹消してくれと、これを求める裁判なんですね。大阪地方地裁で起こされた裁判、でそれが棄却されたということでありますが、お読みしますね。浄土真宗の僧侶ら戦没者遺族9人が遺族の同意なく親族を合祀され、個人を敬愛追慕する権利を侵害されたなどとして、国と靖国神社を相手取り、祭神名を記した同志社の霊事簿などからの氏名抹消と1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月26日大阪地裁でありました。村岡裁判長は、原告の法的利益が侵害されたとは認められないと述べ、原告の請求をすべて棄却しました。はい、まずね、ここで申し上げると、要するに祭神名を記入したですね、霊事簿、そこから、自分たちのですね、その関係者の氏名を抹消してくれと、なぜならばその自分たちがですね、個人をその、敬愛追悼する権利があるんだと、それが侵害された状態にあるんで、その侵害された状態を是正するためにですね、その氏名を抹消すべきだと、我々同意なくですね、勝手に祀られたんだから、これは当然の権利だと、こういう訴えを起こしたんですけれども、それは、国と、なぜ国なのかというのは後ほど出てきますけれども、そして靖国神社、しかし全て棄却されたと。判決は、原告の主張する人格権は不快の心情や嫌悪の感情と評価するほかなく、靖国神社の宗教的行為が強制や不利益の付与を伴わない限り、直ちに法的利益として認めることができないと指摘。殉職自衛官の護国神社合祀訴訟の最高裁判決、これは昭和63年にありましたに照らして、原告の主張する感情を非侵害利益として法的救済を求めることができるとすれば、かえって他者の信教の自由、その他の自由権を妨げる結果となると述べました。さらに、追慕慰霊行為についても、個人の遺族が独占的に追慕慰霊行為をし、他者のそれを排除し得るよう、し得るような権利、法的利益を有しているとは言えないと判断しました。はい、これ、法律用語でね、ちょっとややこしいんですが、簡単に言えばですね、この原告たちが言ってることはですね、嫌だ嫌だ嫌だと言ってるんですね。気分悪いと、自分たち不愉快だと、勝手にね、合祀されてですね、自分たちだけがね、追慕を敬愛するんでですね、よそで勝手にやられるのはもう不愉快でつまんない、嫌だから消してしまえと、削れという、こういうことはね、法律的に保護されないよと、いう当たり前のことと、プラスこれ山口県の護国神社での、自衛官ね、靖国神社には自衛官の方は一切合祀されていませんが、地方の護国神社によってはですね、殉職自衛官の御霊を合祀している例があるんですね。で山口県がその例で、そしてクリスチャンのですね、未亡人の方が、それをやはり下ろしてくれと、自分が独占的にあれしたいと、でそれは無理だよと、山口県護国神社の信教の自由を侵害することになると、でいうことでですね、排除されたわけですけど、これと同じ論理なんですね。そうですね。要するに靖国神社の側の自由はどうなるんだということでありまして、続けます。また原告側の国が戦没者に関する氏名等の個人情報を靖国神社へ提供した支援協力は違憲であり、国家賠償法における共同不法行為であるとする主張については、国は靖国神社のためだけに戦没者情報を集めていたわけでなく、合祀については靖国神社が最終的に決定した靖国神社の合祀及び合祀継続行為に関する判断に対して、国の行為に事実上の強制とみられる影響力があったとは言えないとして退けました。これも当然のことなんでですね、神社のために、国が、やってる仕事じゃありませんので、その情報を靖国神社が活用させてもらってるということですから、非常に分かりやすいし、当然のことでありまして、
判決後、大阪市内で開かれた報告集会で、靖国神社の山口権宮司は、我々の主張がほぼ認められた。ご支援いただいた皆様に感謝したい。今年1月7日に急逝した南部俊明宮司は、小泉純一郎元首相の参拝をめぐる一連の訴訟の時から、ご祭神に申し訳ない、裁判に負けるわけにはいかないと毅然たる姿勢を示していた。今日の判決を聞いて喜んでおられるだろうと述べ、日本大学の桃地教授も、素晴らしい判決、小泉靖国参拝訴訟はすべて原告敗訴で終わった。この霊寺母訴訟も今日のような論理で進めば、今後靖国神社をめぐって裁判で争う道は閉ざされていくのではないかと判決を評価しました。同様の訴訟は現在東京那覇両地裁でも起こされています。はい、これね、考えてみると当然のことなんですよ。はい、逆にね、怖いというか、この自分たちのね、要するにこの方たちがね、遺族としてその、敬愛し、追慕される、当然だと思うし、それ尊重すべきだと思うんですよ。しかしだからといって他の者がね、その霊を丁重に祀るとか、弔う、それ許さないと、自分たちだけと、こういう発想ってすごく危険だと思うんですよね。そうですね。もう本当に今回の判決は、またその靖国神社関係の判決となると、今までのその小泉靖国訴訟さん、参拝の訴訟の例を踏んでいってしまうのかと思いがちなところを、正当な判決を下してもらったと。要するにね、原告敗訴は全部これまで決まってるんですよ。ただ中に ねじれ判決が、あるという、で、大阪地裁もこれまであんまり良くない判決が下ったりもしてた前例もありますけども、今回は非常に真っ当な、判決が下って、まずね、その判決もさることから当然の論理、要するに山口の護国神社と同じ論理でね、解決のつく問題ですから、普通ね、ある種のこう判断力を持って考えれば、これももともと訴訟に馴染まないということが分かるはずなんですけどね、しかある種の動機を持って、こういうものを提起した、それが逆に裏目に出たということだと思いますね。なるほど、はい。以上ニュースピックアップでした。